りあえず、まあ、今日はまたススと一緒にね、あいつかさんにどんだけ一緒にで、今日ちょっとあの話しながらダラダラっとした感じで、で、ちょっと見えてる感じだとこれ、そうね、まさかのススル TV のススルくんが目なしってまさかのパターンですね、これ。だから今回のはミッドナイト TV ってのサブチャンネルの方で、はい、あげるんで、まあ、あの概要欄の方ちょっと見てもらって、はい、こっちも一緒にちょっと見てもらえれば、ご丁寧にあれさせて説明していただいて、はい、今日はお米三昧、お米三昧コースでいただきましたけど、はい、早速いただいちゃいます。いただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。じゃあこちら、うん、こちらとも食らえそうだね。いただきます。いただきます。うわ、楽しみだわ。すごいな、初めてだな。確かに、初だよね、多分、うん、この感じ。スズとご飯食べに来て、目すすってない姿見始めた。新しい。うん、ちょっとまずはちょっとじゃあ、半大ですからね。うん、米はうまいわ、やっぱ。いや、おかしいじゃん、半大ですからっておかしいじゃん。ね、米うまいよ。いや、米うまいけど。うん、さすがだな、これ。なんかグリーンカレーって言ってみて。え、ほんと？めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。あ、そう。初めて食べるよ。うん、うん、うわ、唐揚げやべえ。やっぱ有塚さんの唐揚げマジで番号させてから。うん。いいな、どれ。うまい。いや、そこに番号させてもさ、うん、唐揚げの大盛りだよ。普通で、汁飯に行こう。言われてみればそうだわ。うん。うまっ、米うめえ。うん、ちょっとその姿見てるのがちょっと面白い見たことない姿。うん、うん、珍しい。もう撮影だけど、あの T シャツの上に着てるっていう珍しいパターン。サブとかの時はこういう感じでやらせていただきますか。ちゃんの企画もさ、うん、すごい好きなんだよね。あ、ほんと、うん、ありがたい。うん、うん、うん、これで前からさ、サブちゃん出たい出たいって言ってたら、うん、出れるんだ。出れるよすぐ出れるよ、サブちゃん。サブちゃんの方が出れるよ、逆に言ったら。サブちゃんといえばね、年末の話だしね。あ、そうね。忘年会っていうかね。忘年会。うん、大食い忘年会。うわ、チャーハンうまい。チャーハンに白飯を食うっていう。薄いチャーハンなのなら大丈夫確かに、言われてみればそうなの。うまっ。待ってたら美味しいよ。うん、うん、うん、え、もう来てる。早くない？一気に食べてるじゃん。食べたいね。うん、
ラーやべえ。うん、いつ食べても大事ね、うん、絶対うまいわ、唐揚げは。チャーシューもどっか食べようか、うん、すげえローストチャーシューと角切りのは色がね、ダブルで乗ってる、うまそう、うん、チャーシューでもいただきます。うわ、うまっ、で、ステーキみたいだ、うん、一番重いぐらいの感じするけど、本当に？あ、ロッカーでもいつもスーパーだからね、うん、うん、うん、ちょっとお腹きてるじゃん、一旦落ち着こうだろうね、一旦ちょっと落ち着かないと、いや
ごい食べてるしてんだけどさ、なかなか減ってない。いやいや、食べてる食べてる食べてる。やっと半分ぐらいだ。うん、半分は食べたかな。やんなことないか。半分半分あるよ。でも、いろんな、そうね、水ほんと？うん、うまい。
全然進行してる気がするけど、まだね。え、マジで？全然。え、こっからペース落とさないといけるのか。相当すごいけどな、俺だってこんなんだよ。本当にあと一口ずつぐらいで。やる気こんなでペース。本当？うん。いやいや、そんなことかさ。つきめってお腹たまるよね、でも。たまるたまるよ。うん。麺がね、こんなのが太いもんね。引くね。伸びないから良くない？つけ麺。うん、そうだね。何がいい？欲しいか。でも。デザートが来る。デザート？うん。おお、ダッサイアイスもめっちゃ嬉しい。あ、ダッサイアイス食べたい。ね。うん。この感じなのに、ダッサイアイスすげえいい。唐揚げでも完食した。これで。あとチャーシューとチャーハンが一口ずつだ。そう。うん。いや、長いわこっから。でもその一口めっちゃ違うと思うね。うん。すげえ、ほんまにすごいよ。なんか、たぶんね、俺の味が使ってこう、味変えてくれてるみたい。え、そうなの？つけ汁？極芳醇のつけ汁。めっちゃいいじゃん、味変わって、うん、すげえ。でもありがたいよね。ありがたい。もう今、めっちゃラーメンが恋しいわ。なんならスープが飲みたい。水分が増えない。そう、ラーメンのスープ飲んだらご飯が食える。うん。うん、あ
ったら。ごさめです、クリケット。
心の声。でまあ近くない。すごい優しい調整所って感じ。大変面白かったです。あ、でもね、持ち帰りもできるから。あ、そう。うん。進んでもらいます。そしたら、家でゆっくり食べます。っていうか、うまかった。だいぶ食ってね。いや、もう腹パンだもん。余裕で腹パンだよ。食べます。はい、食べます。あ、丼は、あ、これ一口だけちょっと。すみません。行ったな、しかし。意外とあるな、まだ。グーグラケ。こっから味玉2つはマジやばい。うん。トップじゃダメ。想像したけど結構やばい。味玉2つ。味玉って来る？なんか来る。来る。味玉結構食えないさ。普段ラーメン食べてる。私もそうなんだ。ああ。うずらとかならいけるよ。うん。白とか。チャーシューとか肉系どうする？どういう時？動画撮るとき？動画とかで、あ、これ今日お腹いっぱいになるなみたいなのあるじゃん。ジローとか。まあまああるね。これでも、先食べちゃう？いや、でもジローに行くときはそもそももう完全若減らした状態で行くんだけど、うん、普通のラーメンだったら、チャーシューは乗せられないよ。まあ、これ絶対お腹いっぱいになるなって時。なうん、重いよね、チャーシュー。店にもやっぱり。セブさ、好きなものが最後食べちゃう。おう。でもデカ盛りとかで最後あのチャーシューとか残しておくから。いや、終わるかもね。おお。たまに。そう、俺もそうだ。絶対チャーシュー先に食べる。そうだよね。絶対先に無理だもん、麺全部食べたから、うん、チャーシューあっちのチャーシューとかってさ、スープに浸して温めてから食べるのもやるって言うじゃん。あ、そうだね、それはある。すっごい悩むんだよね。どうしよう。むずいよね。もう先に食べちゃうわ、豚。お腹いっぱいやっちゃうし。そう、絶対最後に食べると美味しく食べられるんだから。めっちゃ辛いんだ、シシトって。え、シシト当たることないの？当たるってどういうこと？めっちゃ辛いのたまにいる。たまにあんた、うん、その体験したことない。そんなシシト一気に食うとかないもん。確かにないでしょ。あ、辛い。いやきついね。めっちゃ見つめ合ってくださった。
もういったよ、すごいな、いや、結構すごいね、本当に食べっぺね。でも3日ぐらいかかっても食えない気がするもん。いやすごいわ。仕事は焼きそば、デザートは包みで焼きそばおみやで、おみやです、はい、でもそれ、本当に家とかでお酒とか美味しいの、もう絶対いいよね、うん、めちゃめちゃ美味しい。まさかね、まさかだったけど、まさかの、ね、まさかだったけど、じゃあ、どうぞ、待ちますか、はい、はい、ありました、ごちそうです。Hey!